コッハースベルクの戦いは、仏乱戦争中の1677年10月7日、フランスはドクレキ率いるフランス軍とロレーヌコ・シャルル5世、率いる新生ローマ帝国軍の間で戦われた、戦闘。シャルル5世は軍を率いて、アルザスに侵入、フィリップスブルク要塞を脅かした。クレキ元帥は軍を率いて、シャルル5世を追ったが、率先して攻撃を仕掛けることはしなかった。 クレキは、コフハースベルクの高地で有利な陣地を敷くことができたが、アラン・伯爵率いるロレーヌ騎兵が夜に紛れて、攻撃を仕掛けることは防げなかった。しかし、クレキは、戦闘をしないよう厳命されていた。攻撃を受けたフランス軍右翼の指揮官、クロードル・イエクトルド・ビラールは自軍を守るために、派遣隊を送るだけに止まった。派遣隊は、この衛兵に古代隊の支援もあり、 ロレーヌ騎兵12個大隊を撃退することができた。この戦闘は限定的な騎兵戦だけだったが、フランス軍は軍機を数本奪うことに成功。アラン白爵など士官数人を捕虜にすることもできた。クレキが危険を犯さないよう厳命されたこともあり、彼は翌日に撤退した。そのため、この限定的な勝利を拡大することができず、シャルル・五世は勝利を宣言した。 ありがとうございます。